公共曲第1番に蝶々 D82 はフランツ・シューベルトが作曲した初期の公共曲。現存する公共曲の中では最初に完成させたものであるが、彼はこれより前の1812年頃に蝶々の公共曲を構想し、スケッチを試みているが未完に終わっている。演奏時間は約30分。当時16歳のシューベルトが 提出をしつき縮身学校在学中の頃である1813年の10月28日の秋に完成させた公共曲であるが、いつ着手したかについては資料が残されていないため不明である。作曲の動機や初演についても不明であるが、パートフにコンビクトの校長だったフランツラングへの検定の字があることから校長に検定するために作曲されたものと考えられている。 また、本作の送付の装工には、苦心が見られない点や、それに関係するスケッチ類が残されていないことから、即筆で書き上げられたと思われる。初演は1813年秋にコンビクトの演奏会で行われたと考えられるが、その時の資料が現存しないため不明である。一般公開での初演は、シューベルトの死後52年を経過してからであった。 シューベルト研究家のジョージ・グローブが第1番から第5番までの公共曲の上演を試みた際、まず第一楽章のみ1 8 8 0年1月30日に、ロンドンの水晶宮コンサートにて、グローブの友人オーガスト・マンスの式で演奏が行われた。そして翌1881年2月5日、同地で同じくマンスの式により初めて全曲が演奏された。 自筆風は現在ウィーン・楽ク協会に保存されているが、16歳の、作ながら、古典の作曲様式にのっとって、ほぼ確実に作曲されている。ハイドンやモーツァルト、そして、ベートーベンを手本にしており、特にメヌエットや修学賞にも影響が見られる。男性や楽器法が確実なのは、コンビクトのオーケストラの実際の経験がすでに、現れている。 送付の創行はもともと兄のフェルディナントが保管していたが、フェルディナントの没後に弁護士のエドアルト・シュナイダーの手に渡り、さらに1880年代初頭に、シューベルトの作品の収集家、ニコラウス・ドゥンバが所有していた。なおドゥンバの死後、遺言によって、ウィーン・ラクユー協会へ寄贈された。フルート1、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン2トランペットに、ティンパに、 言語部全4学長よりなる。ありがとうございます。